はい、小菅トラウトガーデンさんです。久々に、クラブハウス内を映しています。ここは、お食事は何でも美味しいです。受付時にお申し付けください。もうちょっと夏になってきましたので、ほうとうはありません。おすすめは生姜焼きです。はい、ここにはクレイジーボムが売っております。釣れないときはボムでお願いします。実はここは昔レストランでした。はい、釣り場をやる前はレストランとして、営業していました。はい、だから施設はバッチリです。なんですね、これは。オーナーの奥さんが写真が趣味なので、はい、綺麗な写真がいっぱいあります。そしてトイレット、管理釣り場とは思えないほど、あ、ちょっとボケてんな。管理釣り場とは思えないほど、ちょっと映しましょうか。綺麗なトイレです。もうびっくりするぐらいトイレ綺麗です。はい、裏口です。